大石直嗣は、将棋騎士、森信雄門下。騎士番号は275。大阪府八尾市出身。大阪府立夕日が丘高等学校卒。小学1年から父に将棋を習い始める。小学5年生時代の最後、2001年3月下旬に行われた、小学生将棋名人戦西日本大会に、大阪府代表として出場。同年九月。 6級で、奨励会に入会。2009年4月1日、19歳で4段昇段。当初はアマチュアに2連敗。第51期王位戦で、予選で、井上慶太、桐山清澄、山崎隆幸らに勝ち、プロ1年目で、大井リーグに参加する活躍を見せるも、第69期順位戦では、初戦から6連敗後4連勝で、過労死て高級点を回避する。 第61期王将戦で一次予選を4連勝で突破し4段の騎士で唯一二次予選に進出。初戦で谷川浩二に勝つも王将リーグ入りはならず。第25期竜王戦6組で優勝し決勝トーナメント初出場。初戦の長瀬拓也戦に勝利したが稲葉明に敗れた。第54期王位戦予選を勝ち抜き3年ぶり2回目のリーグ入り。 多い獲得経験者の広瀬昭人に勝利したものの、他の対局を全敗し再び陥落となってしまった。なお、前述の広瀬戦の勝利で4段昇段後公式戦100勝目となり同日付で5段に昇段。さらに5月15日、第26期竜王戦5組、準決勝で千葉幸代に勝利し、昇級が確定。ランキング戦、連続2回昇級により、 同日付で6段に昇段した。わずか3週間で2回の昇段を果たした。2013年度は他にも、第63回 NHK 杯テレビ、将棋トーナメントでは3回戦で、羽生義晴に勝利し、ベスト4、第72期順位戦では、初戦から無傷の9連勝を遂げ、最終局を待たずして、C 級一組への昇級を決めるなど目覚ましい活躍を、見せ、 第41回将棋対象新人賞を受賞した。第75基準以前 C 級1組では9勝1敗で2位の成績を上げ B 級2組へ昇級。2017年11月1日、竜王戦3組、昇決3位決定戦で北浜健介に勝ち2組に昇級、同日付で7段に昇段した。昇段規定は、将棋の段級を参照。 竜王戦と順位戦のクラスは、将棋騎士の在籍クラスを参照。AAB 新四段誕生のお知らせ第26回、小学生将棋名人戦第3回朝日杯将棋オープン戦1時、予選1回戦で、金内達明山に、第23期竜王戦ランキング戦1回戦で、小屋光介山に、それぞれ敗北。日本将棋連盟公式ウェブ、商談、昇級のニュース、 大石直継6段が7段に昇段。大石直継新4段、森信夫の写真あれこれ。大石直継新4段、森信夫の写真あれこれ。2020年12月24日閲覧。ありがとうございます。